Aegis, my beautiful planet, shining with life, the home planet of humanity, according to what they teach in school. Nowadays, I'm the one teaching. I'm Maladane, an archaeologist and researcher in the most prestigious university in the world, and this is Nevis, my assistant. I've studied relics, artifacts, and fossils, and my conclusion is clear. Humans do not originate from Aegis, but somewhere else. Our true home planet awaits us, far beyond the stars. During my research, I came across an ancient signal, clearly of human origin, emanating from a nearby galaxy. Since that discovery, I've been preparing to go and meet the originator of the signal. We've explored each planet from pole to pole, and now we found it. It's decided. Nevis and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. なんじゃこりゃ。こうか。なんだ？え、なに？よっしゃ、かわいい。あら、燃えた。お、新しい。もやしもみたい。あ、新しい。水だ。イカだ。難しい。OK。位置について、よーい、スタート。いけいけい、いけいけい。赤カット当て。そうだ、曲がる。赤が若干遅い。パチパチいってる。青だー。飛
とっても大切なものだからそう簡単には譲ってくれまい。なるほど。サンクタールへのスペアキーを持っている。もちろん合法的手段で手に入れたものだぞ。ほら寝ている。めっちゃみんなこの辺もピクミンみたい。マジで興味なかったらめっちゃみんな寝だしたやべえやべえ。いびきうるさいぞ。頼りにしているぞ。それからあんたがタイニーキーにどんな風に使いこなすか楽しみだ。ハニエみたいなやつ。ハニエだっけ？違ったかもしれない。クッパに気をつけてマリオ。はい。ガハハハ。今日こそこっち気をつけてやるの？あ、すげえ、体力回復する。これどれぐらいなんだろう？チッカ。なるほどね。この方は、分析でやっていきましょう。マリオワンワン鎖を狙って。ここを通りたいって感じ。見えちまうのか。あ、見えるだろ。みんな親で予想してるんだぜ。マリオさん、左手に使われた僕も見えますよね。こいつ強いですよ。もうダメだ。おじいちゃんにもらったコインが盗まれちゃった。どうしよう。ダメだ。泣いちゃダメだ。男の子は辛い時こそ泣いちゃダメなんだ。でもダメだ。ガハハハハ。マリオよ、ピーチ姫はもらったぞ。ぴょんぴょん。スーパーチャーン。ガッハハ。その程度で我が輩に勝てるとでも思っているのか。ガッハハハハ。フフフフ。ピーチ、お前は我が輩と一緒に城へ帰るのだ。じゃあ誰か助けて。助け。ママ。お客さんだよ。出てった。なんかいる。クッパ様やクッパ様。怖いよな。でも相変わらず。よし、それでは我が輩の城を目指して出発する。よいか、格闘家ののこやん。魔法は魔導士亀沢の、そして色仕掛けのグリジェンヌ。色仕掛けは来るんかいな。わからんけど。さらに我が輩のパワーでこのクッパ集、無敵のクッパ集団は橋が崩れているが帰る手段は見つかるはずだ。行くぞ。ガッハ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 。勝手にスクロールするのやめてもらう。
あるよ。ついに来てくれたので寂しかった。でもね、開かないでしょ。この扉は武器の呪文がないと開かないみたいなの。どうする？彼だけに我が前に現れし民人の我が名はクリスマ。この世の悪のすべてを知る。次元の狭間により発せられた波動、この地に感じる共鳴、この地に感じ共鳴する。我が前に息づく者よ、何時らはなぜ圧に思いつく、なぜ超もろく絶対的なの。我が形を作る力、邪悪なる力、この姿、平面的に平面的に描かれたもの。何時らは我になる力で成形されている。我は知りたい一体世界の秘密。我が力原型まで。それでは、おはよう。はあ。あ、やば。もうバイトの時間過ぎている。早く車に乗らないと。タブー。やっぱマウス感度上がってるくない？おはようございます。遅れてしま、しまいました。すみません。船橋先輩、お前気をつけろよ。次は店長にチクるからな。本当にすみません。ありがとうございます。これからは気をつけます。まあ、気をつけるだけ足りないんだよ。コーヒーさあ、これバッドエンドだよね。よミルクピッチャー、ブレンダーカップ、違う違う、豆さんどこや。豆さん、あ、コーヒーディスペンサー、これにこうか。おじさん、おじさんは多分亡くなってるんだと思うよ。タイマーあったで。はい、ありがとうございました。なんかもう一個増えてる。ラテ、多分もう一エンドあるはず。どこだろう。ちゃんと前見て歩きなさいよ。こっちのセリフやわ。まったく最近の若い人と来たら。何よ。わあ、服着せてあげる。ほんと最近の若い人は服肌かんぼよ。いらっしゃいませ。あの、すいません、お客様、寒くないんですか。寒そうやな。何その動き。わあ、すいません、警察の方いらっしゃいませんか。この中に警察の方はいらっしゃいませんでしょうか。お客様の中で警察の方はいらっしゃいませんでしょうか。喫茶店ポアロかな。電話なんだって。服部くん、あ、こんなとこで言ってた。服部くん、電車の事故で1時間ぐらい遅れるって。あ、そうなんや。ったく、服部のやつ、こっちに来るついでに本格ミステリーファンの集いの参加しようなんて急に言い出して。まあ俺もどうしようか迷ってたからいいんだけどな。どうする、ここで待ってる。1時間くらいなら待ってようよ。あ、ポアロじゃないな。何か注文する。僕もういいよ。そう、じゃあ私はアイスクリーム注文しようかな。こんなって甘いものになると。これ以上どこに入るんだ。結構食べた後なんだね。キャッ、わっ、コナン君。ごめんなさい、またやっちゃった。めっちゃめちゃや。ジュースも滴るいい男ってか。どうしよう、本当にすいません。あれ、ランじゃない。知り合いですか。あ、ミキー、
やっぱりミキ、ここでアルバイトしてるの？じゃあアルバイトじゃなかった。ここでバイトしてるの？うん、2ヶ月前から。なんだけど、なあ姉ちゃん知り合いなの？うわぁ、そういえばいたよな、こんなやつ。同級生のミキ。戸川さん、戸川さんね。戸川さんよ。あ、あれ？なんて弟いたっけ？この男の子は？うちで扱ってる子なの。コナンくんって言って。ごめんね、コナンくん。バイトも終わるし、うちこの近くだから一緒に来ない？え、でも、僕はこのままでもいいけど、なんか借りを作りたくないな、こいつには。でもそのままじゃ、遠慮するなって、コナンくん。遠慮してる遠慮しているわけじゃねえよ。じゃあお邪魔させてもらおうよ。服部くんが来るまでまだ時間あるし。いいでしょ、コナンくん。いいけど。じゃあ決まり。そういうことで、お店の方には苦情を言わないでね。なんだって？私バイトクビになりそうなところなの。2ヶ月でクビか、つらいな。それが狙いか。実はお姉ちゃん、姉のさとみ、さとみはもともと行動的なタイプじゃなくて、さとみか、灰原愛ちゃんのお姉さんは何だっけな、宮野美子さんじゃあ違った。旅行も時々友達と行くくらいで、一人旅なんてしたこともなかったの。それが突然一人で旅行に行くって言い出して、行き先も言わず出かけたきり。もう1週間も帰ってこなくて連絡もないの。もちろんお姉ちゃんももう大人だから、1週間ぐらい出かけたっておかしくはないのかもしれない。うわお、この石段をまた登るのか。あと一息じゃない、気合を入れて一気に登っちゃいましょ。いえ、だから山は嫌いだことになったの。お姉さんたち劇の練習をしてるの？そうよ、もうすぐ公演があるから、今が追い込みなの。よくこのお寺には合宿させてもらってるのよ。見ててもいいけど、あんまり邪魔しないでね。話しかけてくれれば自己紹介ぐらいはするけどね。やべ、人が来た。おかしい。確かこの辺だったと。何が？ふう、危ないところだった。今のは確か劇団にいた木戸って人みたいだったけど。あれ？ここの壁なんか変だぞ。うわっ、来た。ああ、なるほどね。こんなことが。スクリーンに映し出された画面に影が映っていたんです。元島さんと誰かが争っている姿が。元島さんは後ろからロープみたいなもので首を絞められてて、すぐに私たちのドアを開けようとしました。まさきが死んだ。喋った。ある日朝起きたらそんな連絡が入っていた。バカな、そんな、だってこの前会ったばかりだ。ラジオの仕事が軌道に乗ってきたって嬉しそうに話していたあいつが死んだ。俺は信じられなかった。いつものようにラジオを流した後、ラジオ局で亡くなっていたらしい。原因は不明だと。不明？どういうことだ？おそらく自殺だろうということで、警察は早々に捜査を打ち切った。自殺？ふざけている。あの夜、あの放送で何かがあったのは間違いないはずだ。
俺は自分で弟に何があったのか調べることにした。むず、運転むず、運転むずい。絶対いかがわしいものしかないやろ。ここの DVD でしょ。ほら、なんじゃこれ。うわ、なめこ。入るしかないんでしょ。怖すぎるんよな。え、開いてない。え、え、なんもないよ。嘘やん。もう勇気出して入ったのになんもないやんか。もうやだ、私入りたくない。いや、結構割と頑張って勇気出して入ったよ。ちゃちゃかちゃって入ったよ。ちゃちゃかちゃって、もう入りたくない。私あそこなんもなかったよ。鍵かなんか、いやでも黄色いポインター入ったもんな。黄色いポインター入ったってことは多分なんかが、あ、これなんやろ。そもそも電気ついてるけど暗いのよね。まさきのホラーの話。はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。さて今日は、星の願いのお話をしましょう。星への願いか。遠い遠い空の上、その遥か遥か彼方に星たちの住む国があるそうです。星の国の宮殿にはみんなの願いを叶える力を持ったスターの杖という宝物があり、ありがたい7人の星の精たちによって大切に大切に守られていると言います。そして、おや、誰です、変なものを貼り付けたのは。はい、我が輩です。ニック系マリオをやっつけるため、スターの杖は我が輩がいただくのだ。やれ、カメクッパババア。あらららら、そんな、早速杖を使わせてもらおうか。クッパのセリフだった。あ、やめなさいクッパ。あ、やばい、お話を勝手に変えないで。ひゃひゃひゃ、うまくいきましたわい。当然だ。星の子がみんなの願いを届けに来ましたが、もう願いは叶わなくなってしまいました。一体どうしたらいいのでしょう。あ、いたいたいた。ヘロー。まあマリオ、パーティーに来てくれてね、ありがとう。いいえ、ちっちゃいなマリオ。お客様のお相手をして少し疲れてしまって、だからここで休んでいたの。ここなら誰も来ないわ。二人でゆっくりお話をしましょうよ。クリコも。おお、そうじゃ。クリ
ようや。お前、マリオさんについて行ってピーチ姫を助けるお手伝いをするとよかろうて。良い機会じゃ。お前もそろそろ一人前にならんといけんからも。その勝手な話進めるのやめてもらって。いいのおじいちゃん、本当においら行ってもいいの？いや、マリオの許可取ってる？マリオの許可取ってないよ。めっちゃ話勝手に進んでるけど。マリオさん、やっぱり俺っちに引っ込んでいられないっす。チョロボンごときに手も足も出ないじゃん。ため息の中スタルっす。コーラは一つ、コーラの一つや二つなくしても根性でチョロボンをやっつけてやるっす。コーラならもうマリオが取り返しちゃったよ。なるほど。もうこれは確かに俺っちのコーラっす。感激っす。ワンダフルっす。ありがとうございます。マリオさん、この恩は一生忘れません。もともとあたいらはここの砦で働いてたんだけどね、ノコブロスのやつらちょっとクッパの手下になったからってあたいらの母兵をこき使うんだ。それであたいムカついたからあいつらの横でドカンと爆発したやつなよ。そしたらさ、ノコブロスのやつら怒っちゃってあたいらここに閉じ込めちゃったの。そこにいる母兵はみんなノコブロスのやつらに嫌われたせいで閉じ込められているわけなのよ。ゴツゴツ山だけの話じゃないんです。気持ちよく飛び回っていたらキノコワールドのあちこちに手紙をばらまいてしまって。ほら、マリオさんって手紙を見つけるのがすごくお上手みたいですから、冒険中に手紙を探していただけないでしょうか。その代わり私はマリオさんのお手伝いを一生懸命やりますから。やだな、コロナ禍もやだな。当時も思ってたけど、やだなぁ。マリオ、よろしいですわね。今から、私はドカバンをギャフンと言わせるまであなたと行動を共にいたしますわ。レサレサが無理やり仲間になった。無理やりとか言わない。バブ、あなたはもちかちゅるとマリオちんではないでちゅか。さすがでちゅ、ヒーローでちゅね、かっこいいでちゅ。いやな、やちゅからよくぞアカリンを助けてくれました。アカリン、恩返しちゅるでちゅ、マリオちんについていくでちゅ。兵法たちが噂してました。大魔王クッパに使ったピーチ姫を助けるんでちゅね。偉いでちゅ、さすがでちゅ、アカリンどう。アッカリンやねんな。アカリンどうか、かんだ。アカリン感動したでちゅ。あらら、この日に引っかかっちまって困っているところだったんだよ。なんとか助けてくれないかい。もっとしっかり頼むよ。助けてもらっといて、その言い草はないじゃん。全く生きた心地がしなかったよ。助けてくれてありがとうね。おかげさんで無事みたいだよ。やれやれ、いたずら盛りの子供たちを追いかけてきたまではいいけど、あの子たちのいたずらに引っかかってあの通りのありさまだったのさ。おうおうおう、よう兄さん、お初にお目にかかるぜ。あんたマリオって言ったよ。俺の名前はポコピーじゃなくてマイケルじゃなくて、そう、ジョナサンだ。そうそう、ジョナサン。そいつはどうでもいいや。あんたには恨みがねえが、お相撲のやつらから命令されてるんでな。このジョナサン様があんたをやっつけるのさ。まあ、覚悟することだな。お腹が空いていけないのね。何か食べてほしいのね。甘いケーキがいいのね。うっとりするようなデコレーションの甘いケーキが食べたいのね。
なよめ。クッパ様からもらった指名手配乗っとるマリオってやつに似てるだや。おめえ名前なんつうんだ。マリオ、ルイージ、ピーチ姫。何？ピーチ姫こと？バカにすんでね、ピーチ姫ならクッパ様の後ろにちゃんと捕まえてあるっぺ。おめえは俺がそうったこともわかんねえと思ってたか。おめえ生意気な、おめえがマリオにちげえね、おめえがやっつけてやるだ。ガハハハハ、ご機嫌はいかがかな。ピーチ姫がいつもニコニコしてくれているとわがはは嬉しいのだ。残念だけど私とっても機嫌が悪いの。お城のみんなは捕まったままだし、あなたがキノコワールドをめちゃくちゃにしているんでしょ。すぐに元通りにしてくれるならにっこりしてみせるわ。が、あ、それは無理というものだろうな。なんだおめえは、ここは俺の遊び場だぞ。無断で入ってくるなんて許さないぜ。お前らみたいなやつらこのコアッパ様が痛い目に遭わせてやる。知られざるお宝を目指し前進ある組だよ。あっ、うわー、なんだこの世は沈むじゃないか。ぜひとも先に行きたまえ。にゃー、僕おもろん、おつぼつ山は今日もいい天気。こんな天気がいいと気分もすっきり爽快だね。かわいい。この子ね、この子ね、箱棒がもらえるんだよ。この子、箱棒もらえるんだよ。やめとこう。一個だけもらいたい気もする。めちゃめちゃ高く売れるんだよね、確かに。めっちゃ回復すんの、この子の卵。1個だけ。いや、ただくらいでよ。で、炭鉱部。この辺で諦めたらどうだい、シンク。あ、あれ、なんか、1個間スペース空いてるのすげー気になるけど、まあいいや。シンク王子。なんだと、今のは少し油断しただけだ。リチャード王子、さあもう一度勝負だ。復者。あ、減らんねえ。エンディングだ。減らんな。ここはどこだ。私は確か、そうだ、あの変な果実を食べて気が遠くなって、うん、やあ、なんか美女みたいな、リチャードか。シンク王子、まだこんなところでもたもたしておったのかい。その見覚えのある資料で、君はもしや。ゲ、ふぃー、やばい、溺れる、わしまた溺れるしな。父上、母上、先立つそこをお許しください。息が苦しくないぞ、これは。ありゃ、カエル？私の力がカエルになっておる。体がカエルになっておる。あー、ベロン。あなたは、もう心配はいりません。何も覚えてないでしょうけど、あなたは毒蛇に噛まれて倒れておられたんですよ。では、あなたが私を助けてくださったんですね。申し遅れました。私はサブレ王子のシンクです。あなたのような美しい方に助けられていただけるとは。嫌ですな、王子様。本当です。もしよろしければ、あなたのお名前をお聞かせください。まあ、良い神ならば目指すは金、目指す金はこの先にある。この岩壁をそなたたちの力で突き崩してくれ。任しといてください、王子様。さあ行くぜ、おめたち。はーい。すげえ。
王子さん、誠に恐縮ですが、一つお願いがあるのですが。なんだ、何なりと申したり。仕事を始める前にバイト料を決めときたいんです。なんせ、俺たち、生活がかかってるもんね。うん。もっともだ。では、一人いくら欲しいのだ。そうっすか、悪いっすね。じゃあ、一人50クリずつで。200クリほどいただけたらなんて。え、そんなもんでいいの？ん？人手不足ゆえ仕方ないかろう。ただし金を渡すのは仕事が済んでからだ。では、お前たちしっかり頼んだぞ。あの人に季節外れの台風が。そんなこんなのお日柄ですが、今日はなんともだおとなしきポックルが大人になる日でございます。でも大変、ポックルは夢の中。待てど暮らせど待ち人は来なくて。それでもポックルは夢の中。とうとうみんながおかんぶり、お家に帰ってしまいます。おお、目開いた。やっとポックルは飛び起きましたが、村長のメイヤーさんは反逆者なのだとお怒りに。反逆者？違うわ、何？反逆罪なんて書いてた。牢屋に入れられてしまいましたとさ。ポックルは大人になれるのかな？さてさて、ギフトピアの始まりです。ダセー、力をなんて勘弁してくれん。ポックルに、え、ポックル殿にキャッピー殿の面会です。キャッピー、キャッピー、キャッピー殿の面会です。出すか。メイヤーのお嬢さんが面会だとよ。ポックルは釣りを釣るより女かよ。罪に置けないね、かんちくしょう。ポックル？かわいい。メガクラ様、ポックルが牢屋にいると思うと夜も眠れなかったのよ。顔モザイクかかってたな。何その鎖、しかもダッサイ囚人服、それにモザイク。それで囚人服姿が倫理的にも2人ともこちらへ来るのである。合図 7試験法第36条と
1マネを積み立て、1マネの積み立て達成なら保護観察期間を終了なのだ。理解したかね。やっとこそ分かってくれたからね。それではマネを振り込むためにマネカードを渡ると、こっちへいらっしゃい、いらっしゃい、さあどうぞ受け取るのである。ああ、僕らマネカードをメイヤーから受け取った。マッポク振り込みマシンまで案内してあげてる。僕らよ、あの草花や蝶を見てみるがいいじゃん。草や花や蝶や犬、そして人間もマネや規則で大人になるんじゃ、自然に大人になるんじゃない、自然に大人になるんじゃよ。そうなの。いいか、ポックル、わしはおとなしきなんかウヤントランぞ。マネをためなければ、マネをためたければためればいいんだ。メイヤーの言葉を信じるなら好きにするがいいんじゃ。ただな、ポックル、マネなんかなくても、再成人、再大人式なんかなくても、人は大人になれるんじゃ。どうすればいいか知りたいか。頑張れ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 、意志堅が強い、いけいけ光光頑張れ。マリコやる気ない。いや全然やな。あ、でも止まったぞ。いやー違う、4番のさよちゃんが早い。あらあら、熱が増えてきたわね。もうへ、不思議、なんでや。くそ、これ強制的に負けるやつじゃね。勝てるんか。勝った。
めでとうなのであるのだ。やだな。ワンワン。いいんじゃない。遅すぎるぜ。おばさんね。よかったでした。いやー、ワドラスが来てるもんでも、ホクルはやっぱりすごいな。終わり。マジで？おはよう。おはようございます。これは私が高校生だった時の話です。バスケ部に所属していた私はいつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。その日は自主練が終わったら二人でカラオケに行くことになっていました。フリースローの練習しよう。あ、めっちゃ喋るやん。わかった、わかった。髪の毛ぺったんこ。あ、びっくりした。そろそろ行こうか。おい、お前ら。びっくりした。はい、はい。いつまでやってんだ。すいません、めっちゃ棒読み。私も大概棒読みかもしれんけど、すっげえいつまでやってんだって。今日はもう帰れ。あ、怖かった。はい、なんか黙ってるね。怖かった。どこやろ。カラオケこっちってたな。うわー、何にしても。すいません。あ、怖い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 。めっちゃニヤニヤしてる。あの、すいません、携帯やめなさいよ。接客中でしょ。ちゃんと接客してください。あ、はい。わー、めっちゃふてこーい。2人2時間でお願いしたいんですけど。携帯やめなさい。携帯では、12号室をご利用ください。あ、だから携帯やめなさい、携帯。エアで携帯ポチポチするんじゃないよ。ドリンクバーも適当にご利用ください。適当とか言うんじゃないよ。あ、やる気ないわ、この人。キョカコーラか。うわ、びっくりした。もしもし、遅いよ、とっくについて歌ってるよ。どうしたの。なんで、どうしたん。もしもし、ふっ、くっそ、捕まった。画面キャプチャーの嫌なところはゲームがバーンって飛んだ瞬間に通常の何自分の背景が見えるのがあれだよね。怖そう、怖そうですね。若干怖いやつね。怖いんよ。ペチペチしてないで。ペチペチ、ムチ硬そうやな。あのムチ硬そう。もう疲れた。フリックか。あんな会社もうやめた。会社、あれ会社だったの。会社もうやめたい。やめて、私は田舎に行くんだ。けど、そんなお金もないしな。あー、知らない間にチラシがいっぱいだよ。ん？このチラシ、私にぴったりじゃない？銭湯で働いてくれたら家賃ただ。ここに電話して、今すぐ会社を辞めよう。そして、すぐここへ引っ越そう。びっくりした。びっくりした。めっちゃマウス感度よろしい。びっくりした。マウス感度がよろしくてよ。びっくりしたわ。なになになに。ボックス、ボックス。あ、え、うわ、びっくりした。めっちゃびっくりした。怖い怖い。
い怖い、めっちゃビビる。ちょっと待って、こんにちは、こんにちは、なんか喋ってよ、なんか喋ってよ。シャイか、食べっぽタバコ吸ってるやん。こうか、あ、びっくりした、怖い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 、こんにちは、こんにちは、こんにちは、似合うよ。何が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 、怖い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 、お風呂に入った方がいい。あ、すいませんすいませんすいません、あの引っ越してきた、あの何だっけな、マイナさんやったっけな、 シンクと申します、よろしくお願いいたします。めっちゃ怖い。入れるよ、あれ、ちょっとこっちや、福田さん、怖い怖い怖い、じいちゃん怖い、来たよ、あ、来たね、来ました来ました、はい、来ました、ようこそようこそ、どうも。チラシはちゃんと見たよね。あ、ごめんなさい、ちょっとね、私の方では拝見できてないので申し訳ない。この動いてる女の子はね、見たって話なんですけども、私の方はちょっと拝見してない。どのようなチラシ内容だったのかは、ちょっとね、存じ上げてないですね。申し訳ないです。あなたのような女の子、お供え物にぴったり。絶対あのババアやろ、絶対あのババアやろ、怖すぎるんや、怖っ。おいしい、キキアキモがやってきました。イモジロウさん、お会いできて嬉しいです。さつまいもが欲しい、一つ、一つ欲しいです、ありがとうございます。でも、さつまいもを食べるときにね、さつまいもを食べるには、さつまいも問題に正解しないと。第一問、じゃじゃん、さつまいもはどこで育つ、木の枝、水の中、土の中、不正解。さつまいも失礼だと思いませんか、思いますよね、さつまいもがかわいそうですよね。やり直してください、削ってやろうか。お会いできて嬉しいです、さつまいも。さつまいもはどこで育つ、土の中じゃないの、木の枝、水の中、え、どういうこと。なんだかずいぶん偏僻なところですね。こんなところにうまい食い物なんてあるのか。コナン君、疲れた、疲れた、どっかで休もうよ。おいおい、観光に来たんじゃねえんだぞ。ラン、本当にこれから行くところにいい男なんているの。誰も観光だなんて言ってないわよ。こっちも同じか。まったく、お子様たちは気楽なもんだな。そういうお父さんだって旅行気分じゃない。夕べだってそわそわしてなかなか寝つけなかったの知ってるわよ。みんなのんきなもんだよな。実はこの日、俺たちは日本海の浮かぶある島に向かっていた。じゃん、ほら、もうじき日が暮れるの、小さな子供は家に帰りなさい。違うよ、僕は。ほらほら、帰った帰った。これ、この警察のおっちゃん、よくもあれやね、あの原作でも、なんてアニメの方でも出てくる感じのおっちゃんよね。私の中ではさ、このおっちゃんっぽい人が出てきたんがさ、アニメの方オリジナルなのかな、なんだっけな、ピアノのソナタやったっけな、月光が流れるやつ、ピアノのソナタっていう話だったけど、あれに出てくる、村にいる警察官のおじちゃんがこんなんだった気がする。まあまあ、その子だからそもそも目的が違うってのは。お屋敷が見えてきましたよ。ふう、あと一息です。おじいちゃんにもなると大変よな。わあ、素敵なお屋敷。おお、光彦、あそこまで競争しようぜ。いいですよ、負けませんからね。コナン君も一緒に競争したら。え、マジかよ。よし、行こうぜ。ませんよ。コナン君、二人とも行っちゃった。サンホール。エンディングになった。ああ、名探偵の毛利様。毛利様、様。誠にすまないことをいたしました。はあ。
いや本庁の確認したのですが、そしたらあなたの活躍を教えてくれましてな。眠りの小五郎といえば、それはそれは有名な名探偵だそうで、いや知らぬとはいえ失礼いたしました。いやそんな有名な名探偵なんて分かっていただければああまた乗せられてる。探偵団、せっかく俺たちと少年探偵団がいるところで事件が起きたと何も解決できないじゃんか。コナン君一人で抜け駆けはなしですからね。あれ、あゆみちゃんできひんかったのに。コナン君、私たちも捜査に協力しようよ。協力はしてんねんけどね、僕は水の音だ、近いよ、行こう。わーお、なんでこりゃ。これは湖、それに灯台かしら。モンスターボールみたい。あ、こんなんだったっけ、一番初めのムービー。目覚めた時、私は未知の星の大地にいた。私の名前はキャプテンオリマー。宇宙を旅する途中で流星にぶつかりこの星に落ちてしまったのだ。宇宙船ドルフィン号は多くのパーツを失い無残な姿となってしまった。なんとエンジンまでもが失い動かすことすらできないのだ。さらに悪いことに大気センサーの値を見るとこの星の大気は猛毒の酸素を大量に含んでいる。続いて A を押してみましょう。見るんじゃなかったのか、引っこ抜くなよ。目を引き抜いてみるとその下から奇妙な生物が現れた。見たところ害はなさそうだが、なぜ私を見つめているのだろう。姿が私の大好きな野菜のピクピク人参にそっくりなのでピクミンと呼ぶことにする。かわいい。うちにも黄色いるんですよね。これは色の違う同じピクミンのようだ。見たところ大きな耳と思われる部分がある。体は軽そうだが赤いピクミンとはどこが違うのだろう。とりあえずこいつはピクミンということにする。またしても違う色のピクミンだ。頬にはエラと思われる部分がある。このまま水の中にいても平気な様子だ。黄色いピクミンは爆弾を持つことができるんですね。痛い。この距離当たるのか。さっきの黄色のピクミンが持っていた奇妙な岩は強力な爆弾のようなものだった。黄色いピクミンはこの爆弾岩は強力な武器になるのを知っているのかもしれない。危険なので扱いには注意しなければならないが。わっ、いてぇ。わぁ、大量に死んだ。やばい、爆弾が。やばい。やばい。やばい。
忘れてた。なんだ、うわあ難しいぞ、どうやって連れていこう。やばい。少しくないよ。ふわ。めんどくさいのに、めんどくさいのが来た。嫌な予感。ちょっと待って待って、どこだどこだ、どっかでどっかでやられてる。あそこか。分かった分かった分かった。わかんないから行こう。なんだこれ。わあ！え、なにこれ？メロン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 。やばい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 。ちょっと待って待って待って。待って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 、ダメだって。半数持ってかれたぞ。
の懐かしい動画はね、別の実況者さんがやってるのはね、ちょろっと見たことあるんですよね。ポロ、やっぱり戻ろう。かわいい。ポロ、かわいい。行くよ、ポロ。めっちゃびっくりしてる顔してるやん。おかえり。あれ？ポロはどうしたの？いや、ちょっと上から、崖の上から飛び降りたいなーって言ってバンジーをしに来はった、うん、ダメよって言ったんやけどね、ちょっと下の方でちょっとバンジーがやってみたいなって言ってたから、崖の下の方にピュンって行った。あっ、びっくりしたびっくりしたいやーびっ演出は覚えてなかった。びっくりした。ちょっと待って、どこ行くの。あ、いた、お姉ちゃん。びっくりした。私を探しに来たの。そうそう、全然帰ってこないから。晩ご飯、お腹減ったよ。シチュー食べよう。シチュー、夏にシチュー。カレーかな、夏だから。こっちに来て。あ、はいはい。この草むらに隠れてて目をつぶって、はいはい、何があっても目を開けちゃダメ、はい、何があってもよ、分かった。うん、一択でもどうしてこんなとこ。あ、うわ気持ち悪っ。うん、やめて来ないで、やめて来ないで。空へ飛んでいきそうな構図をしている。なんだっけ、ガッシュベルになってきたんですよ。なんだっけ、名前忘れた。ガッシュがなんかめっちゃ使ってたんですよ。いい、そう、入れないのか。何かで気をそらせないかな。こっちか。アイテムもないじゃん。なんだっけあれ、デュラハンだ、デュラハン。ちぎれたネックレスを拾った。黒ずんだメモを拾った。メモを読んでみよう。殺される、助けうー、なぜ私が死ななきゃいけないの。助けてキスタ。わーお、びっくりした。うわ、ボス戦。なにこれ、怖いよ、赤いよ。うわ、何をするんやにしても。あ、走れ、え、走れん。雨降ってんのか。明るい木だな、明るい木なのか、隣のお家のあれなのか。バーって出ないよね、バーって出ないよね。怖いね。ブロックでかいですね。何これ、カレー。
カレーと弁当めっちゃ食べるやん。あ、これで戻るのか。うわーすげえ、子供楽しそう、こんなやつ。じゃあ他のとこ見たいな。走らんね。12時ね。部屋の奥の警報器を点検し、設置する。トイレの明かりを消す。人がいる場合は帰らせる。何してんの？帰りや。あ、新人の警備員か。はい、新人の警備員で新部です。もうそんな時間か。明日にでも俺の部下に押し付けよう。じゃあな。ちょっと顔があれやね。あ、すごい！平面顔じゃない？平面顔のおじさんじゃないやん。どこ行った？びっくしゃー。閉めてけ。平面顔のおじさんじゃない。どこから帰るんやろ。帰った。もしもーし、お姉さん。何ですか？そろそろ帰る時間、12時過ぎてます。ああ、あなたってもしかして、かっこいいですね。ありがとうございます。連絡先交換しましょう。連絡先を教えてくれなきゃ帰れないです。絶対後悔させませんから。ふふ。連絡無視しないでくださいね。さようなら。絶対無視しよう。ヒューズが足りない。ヒューズ、ヒューズ、ヒューズ。バイオハザードか何かですか。怖っ、ここわかる。これ一本ずつ入らなあかんとかないやんな。あ、あった。レバーが動かない。電気が通ってないようだ。え、何これ。あのさ、どこ続いてんのこれ。いや違う違う違う、ゲームになってる、違うゲームになってる、違うゲーム違うゲーム。私チラザートさんの作品やっとった気がしたんやけど。バーまた暗いし、また暗いかいやし。スイッチがない。どこかにあるかも、探してみよう。じゃあいいです。行かないです。じゃあ大丈夫です。そこに行きません。怖いって。スイッチもぎ取る人誰、誰ですか。スイッチをもぎ取る人。寝てる。ちょっと、おはよう。あ、うわ、寝ちまったよ。もうこんな時間か。さっきからなんだよお前、何度も何度も来やがって。起きるたびにいるじゃねえか。もしかしてずっとここにいるのか。まあいいや。俺っちの上司知らねえか。うわーお、うわーお、くら。そして何回ここ。うわーすごいな。まあ、いずれなんかあるやろうなと思っとったけど、ほらありがちよね、逆さまの世界ね。どこ、ここ、あれかな、ラジオのやつかな。マサオの王やったっけな、オカルトラジオ王やったっけ。忘れた、何やったっけな。
吉本のおじちゃんち楽しみだね。うん、不安そう。本当に一人で泊まるの？心配？ちょっぴり。同い年の子がいるし大丈夫だって。前に来た時のこと覚えてない？全然わかんない。そっか。あ、そろそろ雨帝さんが見えてくるよ。あれは妹が生まれた年の8月のことだった。あのトラックは？俺の商売道具さ。あ、かわいい。あ、蛇だ！へ、蛇だ！落ち着かなくちゃ。よし、やっつけぞ。ねえ、こっちの大きな箱は何に使うの？え？それは作ったものをゆっくり冷ますために使う除霊釜さ。徐々に冷ます釜って書いて除霊釜って言うんだ。へえ。ガラスはゆっくり温度を下げていかないと割れちゃうんだわ。君も肝試し受けたの？うん、やられたよ。去年は私だったんだわ。お化けが？被害者がだよ。じゃあ僕らは肝試し被害者同盟の二人ってわけだね。ものすごく難しいことを言うんだね。まあね。私、ハルミって言うんだ。ハルミ？そうよ。めぐみとハルミ。なんか文句ある？ありません。こんなにちは。また。待った？うん、ちょこっとだけ。ねえねえ、この小鳥たち知ってた？これ、かわいいっしょ。かわいい。そうだね。じゃあ、次に行くよ。次はトンネルの前ね。あと4日くらい、ここで川遊びをしてるんだ。水泳大会をやってるんだ。うん、わかってるよ。じゃあ、早く泳ぐ方法は知ってる？何それ？あのね、バツボタンをずっと押したままにして押す力を強く弱く強く弱くって何度も繰り返すの。そうすると早くスイスイ泳げるんだわ。そうなんだ。私と水泳競争してみる？じゃあ、カッチモの赤橋の下にある三本丸太のところまでガッチ
行け、ゴーゴー、行け、頑張れ、押せ押せ押せ、メスターズあっちは大丈夫だ、行ける行ける、いけるいける、頑張れ頑張れ、いけるいける、スタミナに負けてるけどいける、押せ押せ、落ち着いて、いける、頑張れ頑張れ、いけいけ、スタミナで負けてる、もう少しもう少し、あー悔しい、ナイス、じゃあ次は俺の番ね、背が伸びたか、迷惑かけなかった、爆で効かない、いい子だったよ。ねえ、ボクくん、抱っこさせて。え？わあ、初めて抱っこした。男の子っていいわ。重たいね。苦しい。というわけで、おばちゃんちの子になりな。どうしよう。おいおい、迷うなよ。よし、全員で駅まで見送りに行くぞ。みどり、合唱コンクールまで時間ある。大丈夫、私も雷おこしのお礼を言わなくちゃ。お前ずいぶん混乱してるな。だって悲しいじゃない。悲しい。私も来てくれてるやん、嬉しい。あの時叔父の家族たちは映画みたいにホームを走って追いかけてきたりはしなかった。